ケースペックラム。どうも、ケースペックのムーです。今日はですね、30アルファードの車両を使って、アルファードというのは講義なんですけれども、実際ですね、オートハイビーム機能っていうのを、実際検証してみたいと思います。で、オートハイビームとは何なのか説明しますと、まずハイビームに、まず設定しておく。で、オートハイビームというボタンがあるんですよ。そこを設定しておくと、要は対向車が来ました。で、光をなんかセンサーで感知するんじゃないですかね。そしたらハイビームから急にロービームに切り替わると。で、対向車がいなくなりました。そしたらまたハイビームに戻るという。要は自分で切り替え操作しなくていいというふうな機能なんですよ。それをですね、実際どのタイミングでじゃあ、要はロービームに切り替わるのか、そしてすれ違った際にどのタイミングでまたハイビームに切り替わるのかというのを、実際体感しつつ検証してみたいと思います。でですね、実際もうスタンバってるんですけど、アルファードの講義向こうにありますので、今からちょっと行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。来た。です。実際もう検証したんですけれども、どうでした？わかります？あの動画で。で、実際ですね、やっぱり運転していて、切り替えしなくていいっていうのがやっぱりポイントですよね。で、ちゃんとすれ違ってセンサー反応したら、ローにすぐ切り替わってまた、ハイに戻るというのがわかりました。で、実際やっぱそういった手間もなく、やっぱオートハイビーム機能、これはありかと思います。皆さんぜひ、活用してください。Case pick.